海も綺麗でしたから比較的、水泳もやってたし、夏になると水泳訓練台場だったわけだから、だから十分綺麗だったわけですよ。でところが今台場も入っちゃいけなくなっちゃって、まあ、ちっちゃい子供以外は泳げなくなっちゃって、でなんとかあの台場の中の生物が今どうなってるのか知りたいなって 2,3 年前から思ってて、私たちも台場の近辺とか深川のあたりとかっていうのは子供の頃は魚なんか取りに行けたんですよ。深川なんかは飛びハゼっていうのがいて、